愛香です。今日はですね、高松駅とかがあるあのサンポート付近ですね、あちらに来ています。港なのでいろんなところに行く船のね、こう乗り場があるんですけど、直島行きのフェリーの乗り場に来ました。直島に行くフェリーは片道60分ぐらいかかるやつと、高速ですね30分で行けるフェリーがあって、まあ、時間帯によって違うんですけど、私が朝ちょうど乗りたかったものが30分で行ける高速の方だったので、こちらの乗り場に来ました。で、切符はね、船の時間の30分前かなから発売なので、ちょっとさっき行った時はまだね、窓口開いてませんでした。あの自動販売機じゃなくて、あの窓口でお金払って買うような感じなので、ちょっと今から行ってねチケット買いたいと思います。それでは今日はですね、日帰り直島行ってみたいと思います。さすが晴れ女、めっちゃ晴れてます。行ってきます。いろいろフェリー乗り場あるので、あの間違わないように。では行きましょう。これが分かりやすいですね。こんな感じ、下に乗り場 1,2,3,4 っていう風に書いてて、まあ、行き先によってフェリー乗り場が変わるよっていう感じです。ここで買います。フェリーと大人が1,220円、子供が650円です。支払い現金だけなのでご注意ください。こんな感じ。60分かかる方のフェリーだと往復のチケット売ってると思うんですけど、高速船は片道での販売のみっぽいですね。こっちが今切符買ったとこなんですけど、反対側から出ます。そうすると正面がこんな感じに乗り場になってて、3番ですね、3番の乗り口から乗るようになります。オリーブラインっていうのが小豆島行き来してる、あのでっかい方の船です。でっかいやつはね、車ごと乗れるので車が列になって待ってますね。で、左にぐるっと向くと、この大きいのがシンボルタワーですね。でその裏が高松駅になってて、この辺り周辺が、サンポート高松って言われてるやつです。あの観光地ではないですね。ここに来て何かあるっていうことは全然ないです。もうとにかくこうフェリーでいろいろ行き来できる場所って感じですね。あの平たいやつが屋島ですね。その手前に見えるのはちょっとした工場地帯みたいな感じで、あと造船の会社があったりとかします。であそこにね、見えるかな、映ってるかわかんないですけど、あの観覧車があるんですが、あれはね、なんと本屋さんの観覧車ですね。乗ったことはないんですけど、まあ、香川県で一番幅を利かしてる宮脇書店っていうところの本店がありまして、そこにね観覧車があります。結構なスピードで来ましたね。直島の玄関口宮之浦港行き高速旅客船が到着しました。これですね。すごい、結構揺れそう。クラッシャーが酔わないかめっちゃね心配してます。平日なんですけどね、いらっしゃいますね。ちょっと歩いていきましょう。あ、早速猫がいる。なんか直島は結構猫がいるイメージです。おはよう。おはよう。日向ぼっこかな。人が好きなんですかね。人が降りてくるとこにいますね。レンタカー、レンタサイクル、ここで借りれますね。手荷物預かりとかいろいろやってくれるみたいです。自転車借りるとこ困らなさそうですね。私はちょっと自転車で移動したことないので、この辺あんまし見てなかったんですけど、電動自転車で回られる方も多いっぽいです。はい、じゃあちょっと早速ね入っていきましょう。ここに来ると、ま、トイレもあるんですけど、ロッカーあるので荷物、ね、さっき預かってくれるとこあったんですけど、ロッカーに預けることもできます。でっかいトランクはちょっと厳しいんじゃないかなっていうくらいのサイズですね。数はまあまあって感じかな、まあ、もしかしたら運が悪かったら全部いっぱいということもあるかもしれないんですけど、こんな感じでロッカーがあります。夜光るのかなみたいなクリスマスツリーが飾られています。でこっちに行くとですね、はい、もう皆さん一度は見たことあると思うんですけど、赤色のカボチャですね。でこの子はね中入れます。
通に真っ黒なんですけど、もうね、高松の方向から来るとね、フェリー降りたらすぐ見えるので、さすがにこれは迷わないと思います。中に入ってみます。こんな感じです。中はここからね、外が見れるようになってます。よいしょ。はい、じゃあちょっと朝ごはん食べに行きたいと思います。まずここ一軒目、三日月商店ですね。ガイドブックとかに載ってるコーヒー屋さんですね。今日のモーニングの目的地、こちらでございます。カフェですね。行ってみましょう。プラス200円で頼めました。ドイツグラノーラとゆで卵で、私はプラス50円でシナモンシュガーにしてもらいました。いただきます。フェリー乗り場のとこまでぐるっと回ってきました。こんな感じでいろんなとこ書いてくれてるので、まあ迷わないかなと思います。神社があります。お参りしとく？いや、見かけたらすぐお参りするから。せっかくなのでお参りさせていただきます。これが直島銭湯ですね。今準備中なんですけど、普通にちゃんと入れる銭湯ですね。展示っていうのじゃなくて、逆に見るだけはダメで、ちゃんとお風呂に入らないとダメですね。こんな感じです。すごい面白いよね。かわいいね。うん、あ、ありがとうございます。わあ、すいません、ありがとうございます。じゃあちょっと、あ、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぼちゃぼちゃとした感じが、あ、わかりました。こういうのがいいねえ、素敵。あの白いやつもアート作品らしいので見てみましょうか。めちゃくちゃ海穏やかです。瀬戸内海なのでね、こんな感じです。夏泳げそうだもんね。いや、すごい、ほら海透き通ってるし綺麗。近くで見ると網網でした。ちょっと思ってたのと素材が違った。中に入れるっぽいですね。後ろ向くとうどん屋さんがあります。なんかうどん屋さんもガイドブックに2軒ぐらい載ってたと思います。地中美術館の方に向かってるんですけど、普通だとバスで移動すると思うので、あんまり歩く人いないと思うんですよね。私も歩きで行くの初めてなんですけど、一応道中にこういう、この先上り坂頑張れって書いてくれてます。なのでちょっと登っていく感じになるみたいなんですが、行こうと思います。ここが一応オリーブ公園っていう公園みたいです。船が出てますね。地中美術館まで何とか歩けました。結構な距離で、まあ、景色見ながらとかで気候いい時だといいと思うんですけど、暑い時と寒い時はね、地獄だと思います。今ね、ちょうどお花の植え替えをしているみたいで、庭師さんがいっぱいいますね。ハスがね、浮いてる時はもうちょっとこうモネの庭っぽくなってるんですけど、今日はちょっとハス少なめで、うわ、すごい。こんな感じで多分これが今から植えられるんですね。すごい感じのかな。でも色味がモネの庭っぽい。あ、この辺ちょっとほら、モネの庭。まだ植えられたばかりっていう感じですね。で、その先に行くと駐車場があって、バスで来るとね、こっちに泊まるはずなんですよね。あ、これはだからあれだよね、宿泊者専用のバス で、こっちがベネッセアートサイト直島無料シャトルバスということで、この
のね美術館も見れるんですけど、でベネッセハウス行って最後ツツジ荘っていう感じですね。そうなね、バス停、多分バス利用する人はここ結構来ると思うんですけど、ツツジ荘で降りました。はい、今からね歩いて黄色のかぼちゃに会いに行きたいと思います。でこっちがの港の方に行くバスの乗り場です。ここで乗り換えですね。地中美術館からツツジ荘までは無料のシャトルバスで移動することができます。町営のバスは1回100円で乗れます。かぼちゃ台風で数年前に流されて大破したので、どうも去年新しく復活したっぽいですね。めっちゃ木切ってますけど、わーすごい対面ニュー黄色のかぼちゃ、会いたかったよ。ですね、家プロジェクトのチケット買ったりとかできるとこですね。あ、オイリソフトがある。香川のね、あの嫁入りで用意するお菓子ですね。オイリ、やっぱ猫の声がする。あ、食べる、なんかは結構する。一緒で、うん、何でもいいよ。じゃあまあ普通のオイリ、うん、そうしようか。たこ焼き持ってるらしい。これで家プロジェクトの一つですね。あ、ジェームズタレルの、これはね入ったことあります。面白いですよ。今並んでる人いたので順番待ちかなと思います。玄米ご飯が食べれるんやって、定食みたいな、美味しそう定食。あ、しかも香川の郷土料理が食べれるらしい。おうどん食べれるよ。食べるね、昼ご飯に。おうどん屋さん発見したので入ってみようと思います。石井商店さんですね。おばあちゃん2人が切り盛りしてて、なんかローカルのお客さんとかも来られてて、いい感じのおうどん屋さんでした。ごちそうさまです。かけ400円で食べれます。ここはピザ屋さんみたいです。港に戻ってきたので、ちょっと船のチケットとかをね買おうと思います。あ、そうか、さっきあったすごい直島デザインのレンタカーですね。1時間1200円から借りれるっぽいです。これ高松行き片道、これかフェリー。あ、そうやね、フェリーで片道の大人高速艇じゃないけ、半額ぐらいなんで。そうなんや。かぼちゃって書いてる。人気ナンバーワン、アールグレイマフィンとか美味しそうじゃない。でもここはやっぱかぼちゃマカロンがいいのかな。そうね、ね、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいいじゃん。神道の T シャツとか、あ、かぼちゃのマグネット、ピンバッジとかもあります。あ、これは直島限定商品なんだって。へえ、かわいい、綺麗だね。綺麗、うん、マカロン買いました。やっぱ一番人気のかぼちゃのやつで、でっかい、580円なんですけど、この大きさだからそんなめっちゃ高いってこともないかなと思います。スイーツ以外にも丼物とかカレーとか
フォトスナックですね、唐揚げだったりとかいろいろあったので、休日とかに来て中のカフェとかが混んでて入れなかったりとかして、帰りお腹空いたとかなったらチケットとか買ったりするところ、一応まあカフェ的になってて食券買ってこういうの買うことができるので、ここで食事するのもありかなと思います。中にも座席数結構ありますし、表にもこんな感じで椅子座るとこあるので、まあどこかしら座って食べれますね。天気よかったら海っぺりのとこに出て食べてもいいと思います。いただきます。でかすぎて噛めない。美味しいね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、私は多分5回目ぐらいなんですけど直島に来てみました。直島でカメラを回したのは多分初めてだと思うんですけども、私前回までが結構立て続けに来てて、で前回来た時から今日までが結構期間空いてたので、いろいろね変わったなと思いました。やっぱりこういうレンタサイクルのところがすごい増えてたりとか、まあバスとかこう街中のこういうまあ、地図だったりとかそういうのもすごく分かりやすくなってますし、まあ、海外から来た人でも回りやすいように配慮がされているなっていう風に感じました。それではフェリー乗る時間来たのでそろそろ行きたいと思います。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。アイカでした。はい、フェリー乗り場の方に戻ってきました。車もね乗り込んでます。観光の方だけじゃなくて業者のね人とかそういうのもいらっしゃるので、こんな感じで行っております。自転車ごと行ってる人もいますね。行きとね違って帰りは60分かかる方のフェリーなのででっかいです。